次元要素を備えたパイプ爆弾次元爆弾は設定された時間になると自動的に爆発する爆弾のこと通常は時計仕掛けによる次元新化を装着した中型の破片爆弾である次元は数分から数日で実効果の他被爆地一体の恐怖心を煽る心理的効果を狙う構造そのものは非常に簡単で材料が揃えば 半日から1日で制作可能。現在では、部隊撤退の際、橋や鉄道に仕掛けたり、ゲリラ活動、テロ活動などで要所に仕掛けたりされている。第二次世界大戦中は、爆撃機から次元爆弾が落とされ、米軍も日本の都市攻撃に使用した、アルカイダ施策によるタイマー、カシオ F91W が使われている、化学反応を利用する燃焼を利用したものは、 工術、燃焼以外の化学反応を利用したものでは、薬剤 A と薬剤 B が反応すると発火。爆発する構造の爆弾で、薬剤 A と薬剤 B を核壁で仕切る。核壁は薬剤に徐々に溶解する物質であり、やがて核壁が破れて、薬剤 A と薬剤 B が接触し爆発する。線香を利用する、物線香を導火線として用いたもの。 時計を改造するモノアナログ時計の針に起爆装置の回路から引いた電線を接着し、ある時刻が来たら針が重なって通電し爆弾を爆発させるもの。近年ではデジタルの目覚まし時計や電子式タイマーを改造したものが多い。アラームのブザーを回路から抜き取り、代わりにリレー回路を接続し、設定した時間が来ると起爆装置に通電させる。 カシオ F91W が多用されているという映画や漫画などにおいて緊迫したシーンを演出するために古くから多用されてきた工具を用いて解体作業を行い時間切れ直前になってどのリード線を切断するべきか頭を抱えるという映画的演出は様々な作品の緊迫したシーンで用いられている英語ではワイヤジレンマといい一説によると1974年の アメリカ映画、ジャガーノートが、この演出を初めて用いた作品であるという、工学技術の域を集めた戦いを演出したものも多い。21世紀の現在では、不審者は環境さえ許せば爆発物処理班が出動し、液体窒素を用いて、瞬時に凍結させ作動を止めるので、このようなことはありえない。転じて現時点では、問題として顕在化していないが、 時間の経過とともにやがて大きな問題として、浮上するであろう、検案事項も指す。また、石綿を肺へ吸入すると、数十年後に肺がんや中皮腫などの深刻な健康被害を引き起こすことから、石綿のことを、静かな次元爆弾と呼ぶことがある。wiredilemmatvtropes.org、ハット次元爆弾、次元爆弾。 デジタル大事件、ありがとうございます。